エハン塾のニュースタジオへようこそ。エハン・デラビでございます。今週末のエハン塾で予定されている講義は、このアイスランドの旅を例に取り上げまして、実際にジョセフ・キャンベルの指摘したそのヒーローの旅と実際の人間のこういう旅の相違点はどのようになっているかという結構現実的な話となるでしょうと思いますね。第1講座は苦労を受け入れる旅というテーマで、10時から11時20分までですね。その次、第2講義は環境と同調する働き、11時40分から13時までです。それから午後となると、2時から3時20分までは肉体の旅からハートの旅へという、転換ですね。最後は戻ってからのアクション、これは3時半から4時50分までとの間の、予定なんですが、できれば全部に参加していただきたいと思いますね。旅ですので、私の実際に行った旅とこのヒーローの旅のいわゆるステップやステージは完全にそれは合ってるわけはありません。もちろん神話上の旅と実際の旅は当然違いますが、驚くべきほどマッチングポイントがあるというのでしょうかね。ありましたね。例えば今のシーンですね、本当に続くか退くかというガーディアンのスレッシュホールドというんですけれども、ありますねこれ。もう気色悪いほどこれは合ってるね。ヒーローの旅って大変だよ。でもぜひこの旅について検討していきませんか。だって今からあなた自身はヒーローになってもらわないと困りますよ。そういった時代です。 Thank you.